ほら、美味しい麺だよ。いいかい、全部食べるんだぞ。わかったよ、パパ。お人形ちゃん準備 OK？ わあ、ダンス上手。すっごく綺麗だよ。私もあんな風に動けるようになりたい。目回らないの？うん、これでいいよね。ダンス見てたらお腹が空いてきたよ。うん、いい味。美味しい麺だな。お人形ちゃん、出番だよ。くるくるってやって。ふう、やっと家に帰れた。サッカーの試合激しかったな。休まなきゃ。靴を脱ぐのが待ちきれない。あー、気持ちいい。昼寝の時間だ。待って、これはチーズ？鼻孔に染みる。犯人を見つけたようだ。脱がせなければ母親には見せられない。おいおい、冗談だろ。虫、ペット禁止って言っただろ。一体何が隠れているんだ。これはもっとひどい。最悪じゃないか。一体、いや、知りたくない。いい解決方法がある。一緒に来るんだ。そーれ、靴下に石鹸を入れたら、ベティの足をこれで覆うんだ。そうすればこのラバーブーツで掃除ができる。しっかりすすぎができる。冷たすぎないようにしないと。これで十分だ。さあ、ベッドに戻そう。よし、綺麗になってる。ピッカピカ。ぐっすり眠れるようにな。よし、これでいい。ぐっすり眠りなさい。なんて日だ。ここから出よう。ベティを起こさないで。遊ぶ時間だよ。レッツゴー。ちょっとやめてよね。やらせてよ。やり方知ってるから、気をつけて。はい、やった。ハイタッチ。超楽しい。生きてる実感。落とさないでよ。わあ、回転してる。上昇中。どうする？やる？絶対やるでしょ。ベティ起きたらびっくりするぞ。大変身させちゃおうよ。キラッキラになっちゃった。よし、任務完了。いい仕上がり。さ、まだまだ行くよ。そろそろ旅に出よっか。ずっとやりたかったんだ。しっかり捕まって。責任は負えないよ。免許持ってないからね。え、今言うの？わあ、これはすごい。うふう、早く、もっと早く。そう、アクセルを踏んで。まだまだ行くよ。イエイ、これを待ってたの。吐きそうだけど楽しい。ずっとやっていたいよ。ベッドに戻らなきゃね。あー、疲れた。昔ほど若くないわ。一晩中パーティーしたの覚えてる？あー、いい時代だった。もう朝か。クレイジーな夢を見たよ。人形が生きてる夢見たな。待って、何これ。何が、寝てる間に夢だよね。そりゃそうだよ。何言ってんだ。洗い流した方がいいね。行け行け、パスをするな。あ、なんでそっちに。ねえパパ、遊ぼう。今はダメだよ、試合中だ。ねえ、遊びたいの。だけど天気は見た？外には出られない、嵐だ。あ、そう言われると。楽しみにしてたのに。ごめんよ。また今度ね。うん、ゴールを逃した。パパは遊ぶよりいつもスポーツ観戦ばっかりしてる。不公平だよ。また一人で遊ぶのか。ああ、ナイスキャッチ。パパ、これ見て。ベティがシュート。そして外した。え、危ない。トリックショットだ。勝手にボールが動いてる。パスしろ、パスだ、行け。うえ、タンコブできちゃう。何が起きたんだ。何かが宙を舞ったのは見た。なんだこの惨状は。信じられない。ベティ、お前がやったのか。お母さんに怒られるぞ。全てが台無しだ。ベティはいないよ。うん、次は外で遊ぼうな。うん、外はまだかなり荒れてるよ。でも大丈夫、この傘を使えばいい。ダメだな。これはゴミ箱行きだ。待って、いい考えがあるんだ。そこで待ってて。ああ、これをちょっと改造するよ。ハサミ。はい、どうぞ。頑張って。うまくいくといいんだが。テープ、早く。はい、パパ。どうぞ。これで十分だと思う。わあ、素晴らしい。着てみて。わあ、いい感じ。
お揃いだぞ。さあ遊ぼう。うん、行こう。そうしよう。仕事嫌い、つまらん。宿題やだよ。これは終わりがない。今何時だ？よし、休暇の時間だ。これはゴミ箱行きだ。くだらないシャツもおしまいだ。ああ、これでいい。やっと自分らしくいられる。行くかい、ベティ？もちろんよ、パパ。じゃあね、宿題。制服だっておさらばよ。私のスタイルじゃないのよね。この瞬間を待ってたの。ワクワクする。これももういらない。パパ、どう？荷造りしなきゃ。必要なものは揃ってる。休暇にキャンディーはつきものでしょ。チョコスプレッドはいくらあっても足りない。全くその通りだ。準備はできてると思う。ちょっと待って、忘れるところだった。一緒に行こう、レディ。あ、何？ショーツ持ってないの？任せてよ。これ見て、おしゃれになれちゃうよ。全部入るかな。ちょっと苦しいね。もう少しだ。息を止めて、ディディ入れ。ダメだ。ちょっと待てよ。どの洋服にしようかな。パパはスペースがたくさんある。これは使える。テディ、これは私たちの秘密よ。どう思う？快適そうでしょ。ほら、ちょっと太った。ほら、行かなきゃ。全部詰めるか。あれ、テディはここで何してるんだ？何のことかさっぱり。最高。しょうがないな。テディをこのバッグに入れたらここを閉じるんだ。次は掃除機。すっごく気持ちいいんだ。掃除機で袋の空気を吸い取るぞ。ほら、小さくなってる。これでバッグに収まるはずだ。試してみよう。わあ、魔法みたいだよパパ。すごい、入っちゃった。全部詰めたよ。お、飛行機に遅れるぞ。僕オムレツ作れるよ。割れた。これでどう？卵をもう一個。ああ、もうあと1個しか残ってない。ああ、ダメよ。バットを渡して。ほら、見てて。殻はフライパンの外にね。練習すればできるわ。なんだよ、いけてないおやつだな。飽きちゃうよね。ねえ、冷蔵庫を見てみよう。ママが新しいものを買ってきたんじゃない？やっぱり今朝はこんなのなかったよね。食べちゃおう。何口分あるかな。気をつけてね。よし、スプーン。すごくおいしそう。お腹いっぱいだよね。あれ、下に何かある。ママへのケーキ、大変だ。違うケーキを作ろうか。マシュマロ使えるかな。チョコレートがあればね。正方形のチョコレートをお皿に敷き詰めて、そして大きなマシュマロを乗せるよ。それからちょっとだけオーブンで焼いてね。また後で。こんな焼き色がついたら取り出すよ。暑いから気をつけて。美味しそうでしょ。ママ喜ぶよ。帰ってきた。ただいま。あら、誕生日覚えててくれたの。ほら、これをつけて。新しいじゃない、スモアディップなんて。トロットロで温かいわ。ああ、お皿の上に夏が来たみたい。おいしいわ。優しい子ね。大好きよ。やった、私も味見したい。レモネード5セットです。作りたてだよ。いかがですか。いっぱいあるよ、みんな。みんな喉が渇いてるのね。どうぞ。すぐに売れちゃったわ。もう一滴も残ってない。これから何を売ろう。
どうしたんだ？売るものがないの。そりゃ困ったね。だったら別のジュースにしたら？このスイカがあるだろ。これを皮に差し込むんだ。そして引き出したら注ぎ口になるよ。そしてこれを入れたら出来上がり。ぴったりだね。今度は包丁で上を四角く切って、このブレンダーを入れて果肉をジュースにするよ。中が見えるだろう。ここからが楽しいんだ。スイカジュースを一杯ください。これより新鮮なジュースなんてないよ。頑張ったから一杯もらうよ。看板を変えておこう。これでよし。お客さんを呼ばなきゃ。さあいらっしゃいませ。大きなブランケットがあってよかった。新しいソファーみたいだね。大丈夫だよ、光をブロックしなきゃね。 3D 映画ナイトの始まり。やった。いや、オフにして。よし。あの人困ってるみたいだね。パパ、ポップコーンありがとう。ん？何これ。あれ、ベティどうしたの。塩味。好き嫌いするんだから。映画ないとか台無しよ。ベティ、甘いものがいい。いや、わかったよ。好き嫌いが激しいんだから、特製のポップコーンを作ってあげよう。電子レンジじゃなくてフライパンで作るんだよ。最初のステップはこれ。あの子は甘いのが好きだから、キャラメルで味付けをしよう。そして熱を加えていくと、おお、来たぞ。おお、油が跳ねてる。うまくいっている証拠だよ。あっという間にポップコーンの出来上がり。というかキャラメルコーンだね。いい香りがするよ。ベティ、寝ちゃったのか。残念だね。僕が全部食べちゃう。美味しい。これどうやって剥いたらいいんだ。柔らかくなってきたな。毛が生えてる。猫を舐めてるみたい。切っちゃえばいいかな。いい感じだね。皮を剥いたら小さくなっちゃった。食べられるところがほとんど残ってない。もうやだ。史上最低のシェフじゃないか。あら、どうしたの。泣いてるの。キウイは僕が嫌いなんだ。あら、心配しないで。そうね、これ見て。包丁でこう切るのよ。そして半分を半分に切るの。もう一つも同じようにね。そしてグラスの縁にこうやって押し付けて皮を剥くの。そしたらグラスに入るでしょ。出来上がりよ。ママ、フルーツを切る天才だね。おお、チルチル滑る。まあ、大丈夫だけど、フォークを使った方が食べやすいわね。これでどう？おお、いいね。ありがとう。おいしい。かわいいキウイボーイね。どうぞ、デビッド。泥がボールに入ってるみたい。体にいいのよ。食べてみて。やだよ。まずそう。食べたくない。なんだこのドロドロは。あのケーキが食べたいよ。こっちの方が断然美味しそう。チョコがいっぱいついてるし。ダメ。絶対ダメ。そうだ。あなたみかん好きでしょ。でもケーキとは違うよ、ママ。いらない。
他に何かあったかな。タンパク質たっぷりのヨーグルト。ほら見てデビッド。ヨーグルト食べたくない。そうだ、もっといいことを思いついたわ。ちょっと準備が必要だけど、みかんの皮を剥いて串に刺すのよ。そして大きなグラスに入れて好きなヨーグルトを注ぎ込むの。これみかんとよく合うわ。好きな味をいっぱい重ねていいのよ。これでほぼ満杯ね。そしてしばらく冷凍庫に入れましょう。30分で美味しいおやつの出来上がり。グラスから出して串を抜いてね。抜いても崩れないわ。そしてスライスするのよ。ほら綺麗でしょ。砂糖をいっぱい入れてないのに甘いデザートみたいよ。これが朝ごはん？やった！いい匂い！私2秒で全部押せるよ。買い物してきたの？好きなの買ってきたよ。バニラアイスクリーム。待って、他にも買ったから。これ以外はどうでもいいわ。あれ、柔らかすぎない？これじゃアイスクリームスープじゃない。ああ、泣かないで。ほら、貸してごらん。あ、そのおもちゃ使ってもいいかい？うん、どうにかできそうだ。全部の穴に好きなナッツを入れて溶けたアイスを上からかけるよ。何味でもいいよ。ただ全体にしっかりかけるようにね。うん、いいね。こぼさないように気をつけて冷凍庫に入れよう。そして10分待ったら完成。お皿に逆さまに置くよ。見て。わあ、美味しそうね、パパ。ねえ。待って、大事なことを忘れてた。チョコレートソース好きだろう。さあ召し上がれ。パパってすごい。ナッツを全部使っちゃったよ。パパの分もね。お口の中がパーティーみたい。嬉しいよ。えへへ。そうね、ランチしましょう。久しぶりだもの。ママ、靴ひもが結ばなきゃ。来週はどう？ピューピュー。いいわ、ちょっと待って。さ、行きましょう。え、どこに行くの？できた、自分で結べたよ。ママ、どこに行ったの？ヘアカットしなきゃね。ママ、退屈だよ。いて、あ、お菓子だ。空っぽか。楽しいことないかな。うわ、僕も舌を出せるよ。ね、うん、これじゃないわ。あれ、これなんだ。面白そう。何が入ってるのかな。うわ、すごい。これ貼っちゃおう。ここにも。面白い。タトゥーみたい。僕かっこいい。あれ、どこ？リアム？ここだよ。ほら見て。何よこれ。これじゃ出かけられないわ。これ剥がして。痛い、痛いよ。こっちに来なさい。時間がないのよ。待ちなさい。私もう若くないのよ。リアム、降りてきなさい。早く。やだよ。座って腕を出しなさい。うん、ああそうだわ。痛くない方法があるわ。綿棒にワセリンをつけるの。それを絆創膏につけるのよ。これで剥がしやすくなるわね。痛くなかったでしょ。あれ、どこに行ったの？残りもね。
これでかっこいい顔が見えるわ。さ、行きましょう。ママ、一つ見逃したよ。秘密だよ。かわいいね、お人形さん。おかしだよ。出かける前にトイレに行かなくていいの？大丈夫。行こう。わかったよ。ちょっと待って。やったー、楽しい。ふっふー。ああ、いい天気だ。遠くへ行きすぎないで。わあ、あれかわいい。欲しいな。取れた。わあ、いい匂い。う、おしっこしたい。パパ、大変。やっぱりこうなると思った。おいで。早くして。うん、茂みがあると思うんだけど。うん、ここがいいよ。自然の中でするんだ。絶対嫌。うん、じゃあ。そうだ、おいで。どこ行ったかな。パパ、こうするんだ。冗談でしょ。嫌よ。考えるんだ。うん、あ、これがいいかも。よし、待ってて。このバケツをトランクに置いて、蓋が便器になるぞ。ほら、ここでしな。ギリギリ間に合った。これで隠してあげるよ。父親も楽じゃないな。やばい、急いで。なんなら、なら、なら。エヴァ。のんびり車を洗うのもいいね。ふう、暑いな。おっと、お腹をへこませなきゃ。あなたも来たらよかったのに。何あれ、髪がセクシーだろ。お嬢さん方、笑わせようとしてるのね。笑いかけてくれたんだよね。ああ、うう、失敗。まあ、洗車を続けよう。綺麗にしなきゃ。ピカピカにね。うん、綺麗になった。満足満足。学校の準備ができたよ。じゃあ乗って。うん、行こうパパ。まず音楽をかけようか。この曲好き。ナーナーラン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 。ダメだよ、何してるんだ。うっと、ごめんね。掃除したばかりなんだから。でもちょっとなら踊っていいよね。さっきなんて言ったっけ。大丈夫、深呼吸してヨガのクラスを思い出すんだ。そうだ、いい考えがあるぞ。 T シャツを使うんだ。これをヘッドレストにかけて背もたれを覆うんだ。これでダンスしていいよ。ありがとうパパ。さあ出発。あっちへ行って、虫よけをつけるわよ。やだやだ。どこへ行くの。まあ努力はしたわ。えへへ、逃げられた。ここでお菓子を食べよう。面白い本だわ。うん、おいしい。うわ、あっち行け。ママ来ないで。今のリアム？うん、違うわね。助けて。くらえ。うん、怒らせちゃった。ママ助けて。蚊に噛まれちゃった。意地悪だよね。大丈夫よ、ママに任せて。これをちょっとつければいいの、リストバンドにね。これで蚊が来ないわよ。蚊
守れなくなるわ。さあキスして。いやだよ、蚊と遊んだ方がマシだ。ほら今度は負けないぞ。へへん、くらえ。実験の時間よ。モンスターを作ろう。今日はもっと楽しいことをしましょう。トイレットペーパーの芯に顔を描いて、中にベーキングソーダを入れるの。次は着色料、これで OK。 最後は特別な材料、お酢。準備はいい？わー面白い。入っちゃった。ママもう一回やって。ナイスゲーム、楽しかったわね、フラフィー。今日も可愛い。はい、髪の毛どうしたの？すごく汚いわ。お風呂に入った方が良さそうね。お風呂？目がしみる、やめて。いや、もういや、目が見えない。そうね。あ、このエリザベスカラーもらうわね。いいこと考えちゃった。ママ、何してるの？バイザーの上にカラーを乗せて髪の毛を上に持ち上げるの。私ダサくない？え、何？ママ、本当に大丈夫？動かないでね。まだ見える。ね、怖くないでしょ。髪の毛を洗って洗い流すわね。くすぐったい。いい子ね。どうすればいいの？一口だけ食べてみて。絶対に嫌、まずそう。あ、このおもちゃ。いや、じゃあポップイットは？もう持ってるもんね。いらない。じゃあこのお金、お菓子がたくさん買えるわよ。わー、いっぱいだ。でもいや、まったくもう食べたくない。わー、掃除したのに。楽しかった、この子と遊ぼう。人魚？あ、そうだ。楽しくご飯を食べるために必要なのはこのスプーンとクレイ。クレイを平らにしたらスプーンの持ち手を覆うの。しっかり折りたたんで魚の尻尾を作る。こうやって、あとは尻尾をデザインするだけ。優しく丁寧にね。いい感じ。次は鱗。上から下まで描くのがコツ。深すぎないように軽くなぞるだけよ。できたらスプーンをオーブンに入れてクレイを固めるの。オーブンから出して冷やしたら最後は色をつける。喜んでくれるかな。おお、人魚のスプーンすごい。いい子ね。おはよう。パパ。おはよう。朝ごはんよ。うわ、こんなの食べられない。はあ、まったく似た親子ね。いや、絶対食べない。これにするわ。ナイスチョイス。どうぞ。はい、ベティ。行くわよ。おいしそう。待って、電話が鳴ってる。もしもし。あら、久しぶり。ママ。うそ、本当に？待って、ベティ。おめが拾わなきゃ。人なくなっちゃった。あれ、風船は？ダメ、戻ってきて。悲しい。なんでこんなことになっちゃったの？ベティ、どうしたの？後で折り返すわね。大丈夫、ママに任せて。緊急事態よ。はい、どうぞ。はあ、大変だ。そうだ、紐を飴の棒に結びつけて、これでよし。はい、ベティ。わあ、ママ
船が飛んでいかない。よかったわね。私も嬉しい。マモ、あら、変なの。楽しい。私って上手だな。もっと緑。頑張ってる。ママ。今のはハムスターじゃないわよね。あ、クレヨン。うわあ、もう絵が描けない。大丈夫、なんとかするから、待ってて。もうやだ。最悪ね。ふむ、これ使えるかも。試してみよう。壊れたクレヨンを型の中に入れるの。数字の中が埋まるようにね。オーケー。次は型をオーブンに入れて、ロウを溶かす。ケーキを焼くみたいにね。成功するといいな。オーブンから型を取り出して、熱いから気をつけてね。少し冷やしたら型から取り出す。いい感じ。お皿に並べておこう。シェリル喜んでくれるかな。私のクレヨンが。これ見て、あげる。これクレヨン。あ、数字だ。どれから使おうかな。ママ見て、いろんな色。気に入ってくれてよかった。これ大好き。ママ、大変。どうして。うわあ、なんだこれ。神秘の国への入り口かな。確かめる道はただ一つ。いいえ、キャンディーピンクじゃなくてベイビーピンクのトップスを注文したのよ。いくよ、あともうちょっと。だから、ジャレット、ダメ、やめて。面白い。何してるのよ。ダメだって言ったでしょ。ずるいよ、絶対秘密の入り口なのに。泣かないで、ほらこれを見て。おいしいよ。うぅ、ちょうだい。ふう、危なかった。あら、このキャップ使えるかも。サイズはぴったりだし、やってみましょう。このキャップがあと何個かいるわね。このコンセントに入れてキャップを回すの。これでいたずらっ子の指を守れるわ。私もリラックスできそうね。ええ、ベイビーブルー、いえ、ロイヤルブルーのトップスをお願いします。さ、また入り口にトライしてみよう。あれ、おかしいの。退屈だな。もういいよ。うまくいったわ。他のコンセントも同じようにしなきゃね。幸せに暮らしましたとさ。でもまだ眠くないよ。ぐっすりお休み。もう行ったかな。まだ寝たくないよ。まだ遊びたいもん。このスライム大好き。伸びるし、ぐにゃぐにゃだし。あなたも遊んでみる。そうそう、食べちゃって。うんうん、私も食べるわ。あれ、もう朝なの。うわあ、大変。髪どうしたの。スライムがくっついてる。ベタベタでぐちゃぐちゃじゃない。なんでなの。マディソン、どうしたの。お人形が。これは困ったね。しっかりくっついている。うん、うん、これスライムかい。うん、そうなの。話しなさい。家でスライムは禁止だって言っただろう。この子の髪どうしたらいいんだろうね。綺麗にするのは難しそうだ。洗っても落ちないよ。でもこうすればいいよ。剃っちゃうんだ。やめて、そんなのかわいそう。大丈夫、すぐ終わるよ。きっと似合うから。これなんだか楽しいな。わあ、頭が光っているみたいだよ。よし、できたよ。綺麗じゃないか。新しいヘアスタイルだよ。何言ってるの、最悪よ。いいアイデアだと思ったんだけど。だったらどうしたらいいのかな。あ、そうだ、いいことを思いついたぞ。この毛糸を使うんだ。次のステップでは針を使うよ。人形の頭に通して反対側から出すんだ。そして針を抜く。黄色の毛糸でも同じようにするよ。最初の毛糸の横に入れよう。ふさふさの髪になるまでこれを続けるんだ。こうやって、いい感じだね。虹色の素敵な髪になったよ。どうだい、マディソン。
気に入ったわ。すごくカラフルね。ありがとう、パパって最高よ。うん、そうだよね。僕も人形みたいなヘアスタイルにしようかな。コップを並べなきゃ。おや、ティーパーティーかい？可愛らしいね。そしてティーポット、入れたばかりのお茶よ。美味しいといいんだけど。お菓子もあるのよ。みんなの分があるから大丈夫。もう一つおやつがあるの。美味しいソーセージよ。あれ、足りるかな。私たち3人よね。でもソーセージは1本しかない。これじゃダメよね。3つに分ければいいよね。君ならできるよ。ソーセージに負けるんじゃない。うー、切れないよ。うー、あ、ごめんねパパ。どうしたんだい。私たち3人いるのに、ほら。ああ、それは困ったね。1、2、3。でもソーセージは1本しかないの。それはどうにかしないとね。ああ、そうだ、これを見てごらんよ。これがあればいいんだ。もしもし、注文します。マディソン、見てごらん。一気にソーセージをスライスできるよ。試してみよう。開いてソーセージをここに乗せると、金属の刃でソーセージをきれいに切れるよ。ほらね。うわあ、簡単に切れた。すごい発明じゃないか。すごい。じゃあ食べるね。まあ焦らないで、お皿に入れてあげるから。はい、どうぞ。うん、ありがとう。さあ食べて。これはいい道具だね。テクノロジーってすごいな。ティーパーティーを楽しんで。どうぞテディちゃん。いい子だね。これ読んでごらんよ。この町に猫泥棒がいたんだって。え？冗談だよ。ああ、わかったよ。マディソン！なに、パパ？散歩に行ってあげてくれないか？いいよ。用意するね。よし、できた。行くよ。待って。うんちの袋を持って行って。汚い。嫌よ。はあ、じゃあ僕も行くよ。さっさと済ませよう。今日はダラダラしたかったのに。気持ちいいね。お、どうしたの？ああ、わかった。するなね。しょうがないよ。誰でもするだろう。うわ、一体何を食べたんだ？君が片付けて。犬を飼いたいって言ったのはパパでしょ？うん、わかったよ。なんで僕が。汚いな。触りたくない。臭いよ。ごめん、できないよ。そのままにはできないよ。そうだ、ヘアクリップを使おう。これでうんちをつかむんだ。見ててごらん。袋の中に入れてうんちを拾えばいいんだよ。これなら触らなくていいよ。そして袋をひっくり返したら完了だ。これはゴミ箱へ。賢くてかっこいいパパのおかげだよ。これは君に返すね。さあ行こう。ほら、ご飯だよ。とっても美味しい野菜。それからフライドチキン。あー、美味しそうだ。うん、スパイスの香り。え、なんだい？こんなの不公平よ。パパはチキンで私はこれ？僕が決めたんじゃないよ。ほら、見てごらん。フライドチキンは乗ってないだろう。何よ、それ。あ、そうだ。ねえ、ゲームをしましょう。え、それって。いいよ、受けて立つよ。私が勝ったらご飯を交換ね。うん、賞賛ありだ。やるよ。クリームをのせるよ。後悔するよ。何とでも言えばいいわ。よし、いいよ。やった、ワクワクする。うまくいきそうな気がする。ふう、ほらね。ビギナーズラックだよ。僕の番だね。絶対大丈夫だよ。うわあ！やった！私の勝ち！ずるいよ。いつもそう言うよね。さ、チキンをちょうだい。そうそう、これよ。ほんとだ、スパイスのいい香り。おい、もう一つゲームをしよう。ううん、しない。やっぱりダメか。野菜は嫌いだよ。
マディソン、またベッドから落ちたの？それでもまだ寝ているなんて。よしと。でもいい対策があるんだ。これで動かないだろう。ベッドからも落ちないよ。え？一体どうやって？毎晩これなんだから。でもいい考えがあるぞ。プールヌードルをベッドの枠に取り付けるんだ。切れ込みを入れておいたからしっかりはまるよ。マディソンが転がったらこれがバンパーみたいになる。だからもう落ちないよ。うまくいってよかった。さーて、静かに。見つけたよ。これどこに行ったのかなって思ってたんだ。見て、ママだ。ママだよ。何か飲む？巨人だ。ここはちょっと狭いわね。喉が渇いてるといいけど、サイズのこといつも忘れちゃう。気をつけて。こぼしたくないから。おっと、にゃー、隠れろ。どうしたのかしら。ママありがとう。うん、どういたしまして。あ、そうだ、これを見て。子育てって本当に楽勝。ねえ、終わった？わあ、かわいいシールがいっぱい。タトゥーに使っちゃおう。かっこよくなるんだ。これから始めよう。何してるの？遊んでるだけだよ。あら、そうなの？じゃあいいわ。何も疑ってないね。ここが完璧な場所だ。わあ、見てよ。怖い針も使わない。バイクが似合うかも。今度は色をつけよう。これでポップになる。あば、大丈夫？お菓子食べてるだけだよ、ママ。見てるからね。いいもんね。どこまで行ったっけ？タトゥーの上にこれを置いて、そして虹を残す。見てよ、この仕上がり。何やってるの？ママ、今新しい傑作を作曲中なの。ちょっと待って。あれは何？どうして？待って、お母さん、シールだよ。シール？そう、ママもやってみて。大丈夫、かっこよくなっちゃうよ。どう見える？きっと気に入るよ。それはどうかしら。待って、私は美しい。生き生きしちゃうわね。もっとやって、ハニー。かなりやみつきになるよね。次はハイビスカス。あら、いいじゃない。もっとやっちゃって。ママ見て見て、私たち最高だよ。タトゥークラブ作っちゃおうか。わお、私たちすごいじゃない。ただいま。おかえり、あなた。パパにもやっちゃう？来るな。今日ってば最高。太陽は輝いてるし、私は親友とプラプラできる。やばい、これは気持ち悪い。うんこはいい飾りにならないよ。吐きそうだ。匂いも最悪。綺麗にしなきゃ。そうだ、この葉っぱで拭こう。ちょっと待ってね。本当にくっついてる。振ったら落ちるかも。じっとして。のり付けされてる。最後の手段。ママ、なんでうんちついてるのよ。貸しなさい。汚いったらありゃしない。本当にありがとね、救世主のママ。はい、全部なくなった。でも、もしまた同じことが起きたら。靴を作ってあげよう。うん、しょうがないわね。こうして問題解決よ。クリエイティブに行きましょう。まずバービーの足をラップで包む。きっちりと巻いてね。これで保護膜ができる。次にモデリングクレイを使うわね。バービーの足に押し付ける。こうやって形作りをするのよ。靴の形にしたら、粘土を使ってレイヤーを重ねていく。まだまだこれからよ。ラップにマニキュアを塗る。キラキラさせましょう。豪華に行きたいでしょ。はい、出来上がり。どう思う、アバ？おっと、カスタムシューズだ。完璧。ママはデザイナーになるべきだよ。試してみよう。そうそう、バービーにぴったり。洋服にも合ってるし、完璧だよ。バービーも私も大満足。いいこと思いついた。私にも作って、ママ。やっぱりそうくるか。わかったわ。うわ、大自然、最高すぎるだろう。もう明るい太陽だ。大丈夫、準備してあるから。いい感じだ。おはよう。パパ、見て、私たちのバスよ。どうするんだ、これはまずい。電波が入らない。
やばいよ。地図は持ってるよね。いい考えだ。ここに行かなきゃ。それじゃあ出発だ。すぐに着くだろう。ここはどこだ？わからん。何も見えん。ああ、これでいいな。あっちだよパパ。どうだろう、道を間違えたかもしれない。ああ、ジャングルなんて覚えてないよ。待ってパパ。水、日焼けをしたかったのはわかるけど、でもこれはちょっと極端だ。さあ続けよう。全言撤回。砂漠に戻りたい。助けてくれアバ。吐きそうだパパ。それじゃね、行かなきゃ。あーすごかった。一休みしなきゃ。足がとても痛い。靴脱いじゃう。とんでもない。あれ、今のは何？どうなってんの？不老者じゃないよ。まあくれるならいっか。風船はいらない。現金のみで。こんなの使えない。ちょっと待って、いい考えがあるんだ。これは使えるよ。もう少し風船が必要だな。うん、赤いやつを使おう。上部をカットして使おう。これを使うんだ。指にかぶせたら他も同じようにするよ。あー気持ちいい。これが最後だ。これで心地よく過ごせるね。準備 OK。 旅を続けるよ。まだまだ先は長いからね。あーやっと家に帰れた。すごく時間かかった。足をチェックした方がいいね。風船は役目を果たしたと思う。いいアイデアでしょ。もう風船は必需品だね。パパお帰り。すごい道のりだったぞ。家に帰れて嬉しいよ。おい、あれはなんだ？ママに似て頭がいいなアバ。大変な一日だったんだ。ゆっくりさせてくれよな。ガオーガオー。恐竜が絶滅したのも無理はない。あら、そうかしら。うん、歯に何か挟まってる。はあ、気持ち悪い。ママ退屈なの。楽しませてよ。本を読んでいるのよ。つまんない。わかった、何かやること見つけるよ。うん、バスケやろ。それかサッカー選手になれるかもしれない。アバはゴールを目指し。そしてもう少し練習が必要かな。あの音は何？多分何でもないわね。ふう、何も起きてない。完全に自然に振る舞ってるよ。もっと体を鍛えなくちゃ。これはそんなに重く。うわー、いった。何をやってもダメだよ。アーバ、ボールを使ってみたらきっと気に入ると思うわ。確かに楽しそう。ふい、弾むね。やばい、落ちる。ふぇー。アーバ起きて。今の見た？ボールが襲いかかったんだ。待って、信じらんない。ママあれを見て。何？あれがどうしたの？そう、テニスをしたいのね。でも道具がないわね。お願いお母さん。ボールならあるわ。手をラケットみたいに使ってみる？違う？うん、ちょっと厄介ね。このネットが使えるかもしれない。ママ早くして。わかったわ。このプールヌードルを使いましょう。テニスラケットを作りましょう。まずこれを曲げるわね。それから上にネットを滑らせるわ。気をつけてやってね。破らないように。ここまでは順調。次はこれを固定していきましょう。このテープが使えるの。周りに巻きつけていくわ。きちんと巻いていってね。テニスする？わあ、私だけのテニスラケット。遊びましょう。手加減はしないわよ。望むところだ。この時のためにトレーニングしてきた。いくよ。ナイスショットハニー。強く返して。くるぞ。えい。ママ気をつけて。え、痛い。星がキラキラ。もう夜かしら。あ、やっぱりテニスは向いてないかも。でもいいショットだった。子育てにはいろいろな想像力が必要です。それに子供のためなら何でもやってあげたい。だからこそ今日はクリエイティブなライフハックを紹介しました。あなたのご両親のベストハックは何ですか？下のコメントで教えてください。この動画を共有して新着動画を見逃さないようにチャンネル登録もお願いします。